GSX1300R はやぶさは鈴木が1999年から製造販売しているオートバイである。日本向け仕様ははやぶさの名称で発売されている。当初は GSX1300R はやぶさの社名で発表され9年にわたるモデルライフの途中はやぶさ1300に変更されたがテールカウルにはそのまま GSX1300R の 表示がなされており、現行モデルも同様である。なお鈴木内のモデルナンバーは GSX1300RA となっている。GSX1300R はやぶさモチーフに用いられたはやぶさその圧倒的な動力性能とは、裏腹に意外にも扱いやすいメガスポーツバイクとして広く知られている。メーカーではスーパースポーツを超える究極のマシンという意味を込めて、 アルティメットスポーツと呼称している。名称のハヤブサは小型の猛禽類であるハヤブサが時速 300km 以上の速度で飛ぶことができることや食物連鎖の頂点に位置していることから最高速度時速 300km を超える性能を持って君臨するようにと名付けられた。最初期モデルはスピードメーターの目盛りが時速 350km まで刻まれていた。 最大の特徴は何といっても最高速度であり、それまで量産市販車最速だったホンダ CBR1100XX スーパーブラックバードの持つ最高速度約時速 300km を大幅に超える時速 312km の性能を発揮し、20世紀最速の市販バイクとなった。発売時には二輪、マスコミ各社が特集を組み、 それまでの最速マシンであった、ホンダ CBR1100XX、スーパーブラックバードや、川崎 ZZR1100 との比較テストを行ったが、いずれも早ブサ以外の既存の最速マシンたちは、時速 300km の大台には全く届かず、早ブサの圧倒的な勝利であった。以上の結果、90年代前半より、 メーカー各社がしのぎを削ってきた時速 300km 競争についに決着がついた形となり、また工述する規制問題もあり、その後の各社のフラッグシップモデル開発の方向性に大きな影響を与えることとなった。2000年には川崎からも最高速度時速 300km 超の Ninja ZX-12R が発表されたが、2001年に EU の行政関係者から最高速競争は危険であり、規制が必要との意見が EU 各国に投げかけられたため、二輪、メーカー各社は2001年モデルより最高速度を時速 300km に抑えるスピードリミッターの装備とスピード、そのためリミッターなしかつ時速 350km メーターを装備するのは1999年式および2000年式のみである。 なお、ZX-12R 発売時に2輪、マスコミ各社が同社とブサの性能比較を行い市名を賑わせたが、加速性能は ZX-12R に軍配が上がったものの、最高速はブサに軍配が上がり、世界最速の地位をより一層強固なものとした。ちなみに、自主規制開始後のモデルも、単にリミッターが装着されただけで、 潜在能力としての最高速性能は全く同じであり、モデル末期まで世界最速のハイスピードマシンとして世界中で人気を集めていた。自主規制が始まる2001年モデルからシートレールがそれまでのアルミ製からスチール製に変更されているが、これは体重の重い欧米のライダーによるタンデム走行に耐えられなかったためと言われている。 アルティメットスポーツの何に恥ずレースシーンでも活躍し、吉村ジャパンは2000年シーズンの全日本選手権を、早草さで参戦。鈴鹿8時間耐久レースでは、総合6位に入賞している。一方、ストリートユースでは豊富なトルクと癖のない割と、素直なハンドリングから、初心者からベテランまで幅広い層に、支持されている。また絶大な直進安定性は、 スポーツライドはもちろんツアラーとしても優れた性能を発揮する。1999年の発売以来、2007年まで大きなモデルチェンジは行われず、カタログ上の最高出力では進化を続ける GSX-R 戦闘のスーパースポーツマシンが上回る結果となっていた。しかし、モデル最終年の2007年でも人気は衰えず、 新規登録台数も逆輸入スポーツバイクにおいては上位に入っており、オートバイ雑誌、ヤングマシン市場の2005年の読者による人気投票では総合1位にも選ばれた。世界最速のオートバイと呼べるだけあって、タイムアタックなどのベース車両に用いられることも多い。ニュルブルクリンク最速車として知られる、ラデカル SR8 鈴木のコンセプトカー鈴木、GSXR。R 4動車の高性能なエンジンは4輪車にも流用され、ジムカーナ競技やワンメイクレースに用いられた。例として、鈴木製のフォーミュラカーである、フォーミュラ鈴木俊やイギリスのレーシングマシンスポーツカーコンストラクターである、ラデカルスポーツカース社が製造した SR4 が挙げられる。なお、ニュルブルクリンク北コースにおける2009年9月28日時点での 市販車最速記録を保有していた同社の SR8 では、はやぶさのシリンダーヘッドを2機使い、同社が開発したクランクケースと組み合わせて V 型8機筒化したオリジナルエンジンが搭載されていた。この車両のエンジンを搭載し行動走行可能な RSTV8 レバンテが、ケータハムから8台限定で販売された。デザインは、 鈴木二輪商品企画部デザイン課の吉浦浩二のデザインチーム。発進加速はゼロスタートから各速度に到達するまでのタイム。中間加速はキロ 60km からフル加速し、各速度に達するまでの時間である。ギアはトップを使用している。計測は車体にセットされたセンサーからの信号を車載コンピューターで読み取って行う方式で、ドイツモトラット社が実施した。 発進加速中間加速400メートル、加速最高速ギアマックス速度1998年9月に開催されたドイツインターモトショー98で発表され、1999年に発売された。オートバイとしては、珍しい茶系統の配色がなされた初代のカラーリングは、短命で終わったもののその存在感を際立たせた。 1999年使用1999年、マタリックサターンブラック、マタリック、ライトチャコール以下のカラーバリエーションで発売された。2000年使用カラーバリエーションが以下のように改められた。2001年使用カラーバリエーションが以下のように改められた。2002年使用カラーバリエーションが以下のように改められた。2003年使用カラーバリエーションが以下のように改められた。 2004年使用カラーバリエーションが以下のように改められた。2005年使用バッテリー負担を軽減するセルモータ化同時にヘッドライトを自動で消灯する機能が追加されタンクロゴが鈴木から S のエンブレムへ変更ウィンカーレンズがクリアタイプに変更加えて限定色の発売とカラーバリエーションが以下のように改められた。2006年使用限定仕様が発売されカラーバリエーションが 以下のように改められた。2007年使用カラーバリエーションが以下のように改められた。リコール1999年及び2000年モデルのチェーンテンショナー交換。対策済み車両は OK シールが貼ってある。2007年7月発売。モデルイヤーとしては2008年モデルになり、最初のフルモデルチェンジとなった。エンジンはストロークが 2mm 延長され、 排気量が 1299cc から 1340cc に拡大。最高出力は 197PS までパワーアップされた。SDTV、ツインフューエルインジェクター、チタン製9排気バルブ、SDMS なども新たに導入された。フロントブレーキはラジアルマウントとなり、車体も各部が改良を受けている。2009年3月タイヤメーカーのピレリは、 イタリアのナルドテストコースにおいて、同社のエンジェル ST を装着したハヤブサ1300により、24時間連続走行における平均速度の最速記録に挑戦し、走行距離 5135.071km 平均時速、時速 213.96km の世界新記録を樹立した。最高速4 0 0ル加速2008年、使用フルモデルチェンジが行われ、 カラーバリエーションは以下のように改められた。2009年使用カラーバリエーションが以下のように改められた。2010年使用カラーバリエーションが以下のように改められた。2011年使用カラーバリエーションが以下のように改められた。2012年使用2012年モデルパールグレイシャーホワイトカラーバリエーションが以下のように改められた。2013年使用ブレーキシステムが大きく。 改良され、フロントブレーキキャリパーが、同社発のブレンボ製となり、同社発の ABS も搭載された。また、カラーバリエーションが以下のように改められた。リコール FMG5 発のリコールが発生。不具合の内容改善措置の内容2013年までに16万5000台が生産され、うち2万台が逆輸入により、日本で販売されたほどの人気モデルであるが、日本国内では、 平成13年騒音規制により正規の販売が行えない状況下にあった。しかし、平成26年騒音規制が施行され、騒音の数値基準が欧州と同等になり、欧州使用者の正規発売が可能となったことから、2014年2月10日より日本国内でも正式に発売された。車両は2013年の欧州モデルと同一のスペックで、 エンジン出力は日本メーカーが正規で発売する車両としては最大の 197PES となる。なお、日本向け仕様として ETC が国内二輪車としては初めて標準で搭載される。日本国内での社名はブサで漢字表記の社名は鈴木としてはラン、バラ以来のものとなる。2014年仕様カラーバリエーションが以下のように改められた。なお、 本年より日本仕様が発売されたが輸出仕様限定のリミテッドエディションを除き共通の塗り分けとなっている。2015年仕様カラーバリエーションが以下のように改められた。2016年仕様カラーバリエーションが以下のように改められた。2017年仕様カラーバリエーションが以下のように改められた。日本仕様は2021年4月発売。 2021年使用カラーバリエーションが以下のように改められた。また、オプションで以下のボディカラーも選択できるようになった。また、オプションではボルドールレッドメタリックのホイールも選べる。ありがとうございます。